川亮のパケディオアニラジチャンネル。こんばんは、堀川亮です。こんばんは、村上ひとみです。はい、どうも。始まりましたですね。始まりましたですね。暑いですね。年がら年中ね。ね、前じゃないでもビールがこれが、ね、毎回それ言ってるよね。でも、ね、こんな時はさ、なんか足を水に浸したくなるね。はい、いいこと言うでしょ、もうね。そうでね、うん、そうなるとさ、もうさ、こう沢々流れてるさ、うん、小川っていうの、沢とかせせらぎとか行きたくなるわけよ。魚が呼んでいる俺をイコール酒も呼んでるんですよ、うん、だってアユとかニジマスとか、そうそう、取ってアユ焼くでしょ、塩焼き で、 焼きで、その後には何が待ってる？ビールですよ。それですよ、大好きな酒と川魚。ね、いいね。そうだからね、淡水魚、これもね、うん、単純に塩焼きすんのうまいんだ、これがまたね、あの粗塩を振ってさ、なんでっていうぐらいに、なんであんなに美味しいんだろうね、うん、で川なんかでやるとね、余計うまいよ。そうそうそう、今度は川で公開録音や、うわすごいぞ、なんかいろんな虫が寄ってきそう、ね、やってると、そうだよね、いっぱいこう、うん、いろんなとこ晴れそう。普通の人は歌詞がやってこないのに、うん、俺たちがやるとさ、なんかわけのわかんない虫がやってきそう。パチって言った今、うんうん、そりゃそうだよ、うん、川へ行きたいしね。はい、うん、まあそんな感じでどうか30分お付き合いくださいということです。はいです。この番組は株式会社ワールドモバイルサービス、株式会社モバイルミュージックストレージの提供でお送りいたします。この番組のホームページは http://pkdio.jp です。さてさて、今週はシンガーソングライターの薬師瑠璃ちゃんがスタジオに遊びに来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めましてですよね。はい、今日は初めましてです、ね、でなんかいろいろね、曲もね、たくさん作ってらっしゃるし、はい、アニメ系の曲とかたくさんね、はい、歌ってらっしゃるということで。はい、そうなんですよ。ねえ、もうかなり長いんですか、詩作ったり曲作ったりっていう活動というか、シンガーソングライターになってまだ1年経っていないくてですね、うん、曲自体も作り始めたのは半年ぐらい前からなんですよ。でももう、はい、10曲以上できてるんですか。はい、そうなんですよ。なんか結構月に 2,3 曲作って発表したりとかしていまして、はい、でライブをね、はい、結構たくさんやってらっしゃるよね。そうなんですよ。先月にアルバムを自主制作で発売したんですけれど、うんうん、はい、5月4日に発売してからその一月で25本っていうライブをやりまして、うんうんうん、毎日のようにちょっとライブを、うん、すごいね。大変だ。コンディションの維持もね。はい、大変でしょう。すごいな。それでその合間にこう曲を書いたりしてるわけ。はい、そうなんですよ。すごいね。才能のある人は羨ましいな。どうやってそういうさ曲とかっていうそのイメージが湧き上がってくるの？私は曲を作るときに最初に作詞をするんですよ。うん、あ、詞先行で。そうなんですよ。漫画とか読んだりとかして先に作詞しちゃって、はい、うん、それからなんか歩いてるときとか電車に乗ってるときとかにその詞を読みながら曲をつける。うんうん、ちょっと一つ聞きたいんだけどね。はい、ルリちゃんは、歌を、よし、今から作曲するぞ、今から作詞するぞと、はい、時間というのかな、なんていうのかな、こう決めてね、はい、入ってすぐできる。それともなんとなく天から降ったように、いつ、このなんかが降臨するかもしれないっていう、なんか天才チックな方なの、それとも両方ともね、まあ、はい、才能ということでは天才チックなんだろうけど、書こうとして書けるもんじゃないんだろうなっていう気もするんだけど、どうなんですか、そこら辺は。作曲よりも作詞の方が時間がかかるんですよ。うん、なんか作詞はなんかもうできない時は本当にできなくて、うん、1週間とか何もできない時もあるんですけど、最初にテーマを決めちゃうの。そうなんですよ。あ、そうなんだ。もうなんかこの漫画って決めたらこの漫画について書こうとか、このゲームって決めたらこのゲームの主題歌っぽくしようとか、うんうん、世界観を最初に掴んでってことだよね。そうなんですよ。そうすると言葉遣いとかを結構統一して作詞をしちゃって、うん、それからそれに合わせた曲調をつけていくみたいな感じでいつもやってます。ねえ、羨ましいな。俺も曲作りてえな。あら、無理だもんな。ねえ、でも、はい、
そうですか。やっぱこうなんか煮詰まった時とか気分転換とかってなんかすることある？はい、気分転換。あ、結構音楽以外にも、うん、あのやってることってあって、昼間に薬局で働いてたりするんですよ。うん、そうかそうだね。薬剤師さんなんだ。そうなので結構気分転換には大学の 薬学部を卒業し、はい。はい、そうか。先生と呼ばなきゃいけないんだ。何も先生ではないんですけど。いや、はい、あ、この薬師さんっていうのはそこから来てたりとか。あ、そうなんですよ。するの？はい。あ、やっぱそうなんだ。なんか大学を卒業して、うん、あの薬剤師の免許を取れた時に、うん、わーいっていうテンションでそのまま薬師ルリにしようと思って。へー。はい、あ、そうなんだ。はい。今あれですか、あのどっか大きい大学病院のところに行ったりとかする。あ、調剤薬局で働いてるんですよ、はい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 、広場に。なるほど。はい。なるほどなるほど。ほー。なんか別の笑みになってきてるって言ったって聞いてる人は分かんないよね、何のことかね。はい。うん、そうですか。すごいね。じゃあ、もう曲を作ろうっていうのはもうちっちゃい頃からやってたの。はい、割と音楽に接してたのは。音楽ずっと歌手になりたいと思っていて、はい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 、なんかこう適当にいろんなところにテープを送ったりはしていたんですけど、全然それよりアニメとかゲームとかの方が好きで、声優さんとかもすごく好きで、うんうん、でも途中から、バンドとかにハマってきちゃって、はいはいはい、高校生ぐらいの時から、うん、で、あ、どうせなら、うん、なんかもうアニメもバンドも好きだから両方混ぜちゃえと思って、はいはいはい、アニメの主題歌とかを作れるアーティストになろうって思ったんですよ。なるほどね。すごいね、それは。あ、本当だ、ここにも書いてあるわ。アルバム発売を皮切りに1ヶ月に25本という強行超強行スケジュールでのライブツアーを敢行。ねえ。ってことはやっぱりある程度体も丈夫でなきゃ。そうですね、頑張ってます、ね、あの健康気使ってます？気使ってますね。本当結構あの薬局からあの漢方薬とかいっぱいもらいながら、うんうんうん、やってる感じですね。そうだよね、はい、やっぱり体力はね、体力というか体の健康維持がね一番大事だもんね。そうですね、ボーカリストにとってもそうだと思うし役者にとってもそうだと思うし、はい、そうですよね、うん、はい、分かりました。なかなか面白いお話を聞けそうだった。でね、今日ね、流していただく曲はいつの冬もという曲なんですけれど、はい、こちらはどういう感じの曲なんですか？はい、これはですね、10月20日に発売予定の、うん、PC ゲームの主題歌に決まっていまして、うん、割とスローなバラード系みたいな、はい、クリスマスソングになってます。秋発売で冬に向けてっていう。なるほどね、はい、はい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 、生まれて初めてタイアップが決まった曲です。ごく大切な曲です。なるほど、今日は本当にね、ありがとうございました。はい、今日はありがとうございます。はい、ね、また呼んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組へのご意見ご感想は i@pkdio.jp までお寄せください。それでは早速今夜のゲストをご紹介いたしましょう。ピッコロ役でおなじみです、皆さんご存知ですよね、ドラゴンボールで古川敏夫さんです。こんばんは、古川敏夫です。よろしくお願いします。もう、もう古川さんといえばですね、もうドラゴンボールのみならず、もうなんて言うんでしょう、それこそ数え上げたらキリがないというもう感じのご活躍状態ですんで、もう大先輩でもいらっしゃいます。僕ね、あれ覚えてるんですよ。初めてね、青鬼に入ってまだ間もない頃だったと思うんですけれど、スタジオにね、見学をね、させていただきに行ったんです。それが最初の頃ね。はい。うるせえやつら。そうそうそう。をね、僕初めて見て、で、アニメってどうやってやるんだろうって、へえ、そうなんだとかって思って、すっごいね、なんかなんて言うんだろう、テンションの高さと、それで、もう、蝶々発死の、なんて言うんですかね、なんていうのかな。アドリブがね、結構あったしね。もう、まとい、なんていうのか、掛け合いという絶妙のね、すげえとかって思って、これぞプロの見業だというふうに、僕はね、あとみんなの後ついてくるの大変だったけど、ベテランの方たち多かったからね。そうですか。すごかったですね。いや、もう僕はでも、どうなんですかね。自分も古川さんといえば、大ベテランの中で。堀川さんこそ大ベテランじゃないですか。いや。僕はもうでもね、まあ、アニメはまだまだもうずっとやったことがなかったんで、本当に緊張しました。うるせえやつらの頃が最初、はい、僕は古谷徹君のやつを見学して始めたんですよ。あ、そうなんですか。僕遅かったんです、アニメのデビューは。すごく遅かった。今も忘れもしない、どこだったかな、スタジオ、忘れはしないって言って、ニュージャパンスタジオ。そうですよ。今、もうないですよね、ね、確か。ないね、もうない。ね、ない。そうですよね。だから、すごく、
なんて言うんでしょう、思い出にも残ってますし、で中に入ってみたのと、このいわゆるその金魚橋と言われるところで見て、2回見たんですけれど、すごくあのやっぱり感動しましたね僕はもう必死でやってるだけだったけどね僕らね。いやでもすごいなって、俺絶対できねえわこんな風にとか。あれギャグアニメだからやっぱりね、そうなのよね、僕もあれギャグは初めてですし、あそうですか、それまでは顎のとんがった2枚目やってたんだけど、ね、あのあたりからガーッと崩れてきたね、はいはい、もう、うん、でもあのすごいテンションの時とふっと抑えた2枚目の感じになる時 の落差がね、なんかすごいなとかっていう風に思って、大変もう勉強になりました、ありがとうございます。なんか堀川さんは2枚目ばっかりでしょ。いやなことないですよ、もういろいろやらせていただいてできましたけれど、はい、崩れたのもたくさんありますし、あのあと古川さんといえば、僕はやっぱりあのね、あの劇団をもう主催して長くやってらっしゃいますし、もうやっぱりどうですか、そういう両方こう両立していくというやっぱり若気の至りみたいな、若気の至りですね。いやいやいや、何でもできそうな気がして、いろんなことやって、いやいやね、すごいなとかっていうふうに思ってるんですよ、いつも。もう若手に譲って。ああ、そうですか。もう隠居、じじいみたいな感じで。いやいやいや、演出はされるんですよ、ね。何でもやったんですよ。お金がなかったから。いや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 。人に頼むとお金かかるでしょ。はい。それだけの理由なんですけど。今も演出はなさってます。いや、もう、本を書くだけで。劇団も若い人たちに譲って、僕はもう全然やってないんで。あ、そうなんですか。若い人たちもやってるのかどうかね。僕は一切口出さないからしても引いたので。ああ、そうなんですか。ただ、戯曲だけはね、あの、戯曲書を出すという本屋さんとの話があって、まあ、やめられずに。ああ、素晴らしい。ですけどね。そうですか。もう、じゃあもう、ずっと執筆活動と。何屋さんなんだろうね。役者さんとしてもですね。職業は何ですかって言われると困っちゃうんですよ。だからね。でもなんかいいですね、そっちの方が。いやお金ならないですね。いや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 、あれはそうですか。ならないですね。お芝居お金ならないでしょ。ああ、まあまあそうですけどね。森川さんみたいなお金になることだけやる。いや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 。執筆だとやっぱりなんかすごく売れるとすごいんじゃないかなとかって僕なんか。あのね、戯曲っていうのは売れないです。そうですから売れない約束で、あれは。あのでも僕ちょっとこれ個人的にお伺いしたかったんですけど、その戯曲をね、お書きになるそのきっかけといいますか、なんかそういうのってやっぱりあのね、学生時代にコントを書いてみないかっていうふうに言われて、コントを書いたんですよ。でそれをね、プロの皆さんがやってくださったことがあって、でそっちに行くなんて話があって、でやりたかった、お笑い系の、そうですね、ギャグっぽいもの、だから自分が書く芝居もそういうの多いんだけど、だからこう、そうなんですか、学生時代からね、なんとなくそういうところはあったのね。小説とかエッセイとかそういう文学的なもんじゃなくて、そういうなんか、いわゆるそのコントの台本ですね、はい、その頃はあんまりその役者の志望とかそういうことはお持ちでなかった。 やってたけども、学生演劇やってたから、まあ舞台やりたいっていうような感じで、で同時にそんなことをやってて、それを舞台で使ってもらったことがあるんですよ。じゃあ最初はあの役者で芝居をずっとやってて、何かのきっかけでちょっと本書いてみないみたいな感じだったんですか。わ、結構あの国際劇場とかいうところにある、まあ水前寺清子さんなんかこう舞台あるでしょ、歌のショーがあって、次はまたドラマがあるじゃないですか。必ずありますね、その間の。すごいじゃないですか。あれガタマンって言うんですね、ガタガタ後ろでこう次のセットを叩いてる間に音がしてる前で、幕前でやる漫才のことガタマンって言うんだそうです。ガタマンのコントのシナリオ書いてよって言って、構成作家ですね、僕はね、先生です。こんなもの使われるわけないと思って、こうやって出したらね、あれやなんか言葉遊びみたいだけどちょっと面白いからやらせてっつってやっていただいたことがあって、すごいですね。でもまさかなんて言ったね。いやでもってことはやっぱり執筆としてもやっぱり十分もう才能お持ちになってるんですよね。いやいや、そんな執筆なんて上様のじゃないですか。羨ましいな。どうやったら物が書けるんだろう。俺も書いてみたいと思うんですけど、こればっかりはあのそういう才能がないとやっぱりできないんで、もうダメですね僕なんかは。才能なんて全然、僕なんかもう全く。いやでもすごいな、羨ましいな。でご自分の劇団をあのやってらっしゃった時っていうのはほとんど全部自分のオリジナルの作品を、ね、最初はね、人のやってたんですよ、有名な方のやつとか、はいはいはい、上演料って別役さんとか、なんかその上演料って高いでしょ、はい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 、だからもうしょうがなくて自分で書き始めて、当時はどうなんですか、あの年に何回公演とか。4回ぐらいですかね。だから3ヶ月に1回ぐらいですね。え、でも年に4本書くどうずっと続けるってことはすごいですね。いかにいい加減か分かるでしょ。いやいやいや、ちゃんと書いてたらそんなに書けるわけないだろって言って。いやでも全然違うお話なわけですよね。やっぱそれはすごいな。どういうあれなんですか、こう発想の
なん原点というか、あのね、劇団に集まってる若い人たちの顔を見て、それに当てて書いてると、なんとなくこう物語をまあ考えますけどね。なるほど。そうしたらね、はい、長井一郎さんね、お前よく書くね、こういうものをね、シェイクスピアの死の字でもまあ読んだことあるの、怖くて書けないよすいませんなんて見に来てくださったりして、ね、ああ、ね、なるほど。まあ、ドラゴンボールなんかでもご一緒させていただいて、はい、ね、やっぱりあの作品のなんか、なんて言うんでしょう、まあ、野田雅子さんも、うん、人間的に素晴らしい方でいらっしゃいますから、すごくゲストの方に気遣われるじゃないですか、うん。そうですね。それはすごいですね。ね、なんかやりやすいようにということで。うん、あれは勉強になりました、ね。若い人たちが来られるとね。そうなんですよ、ね。その人たちがこう、萎縮しないように、冗談をいっぱい言ってね。そうなんです。和らげてあげる。そうなんです。だから、いつでも、すごいですね、だから、入っておいで、みたいな。うんうん、だから、あれはやっぱり素晴らしいなと。もう本番の直前まで冗談言って、パッと切り替えますからね。すごいですね。やっぱりそこそこ中堅の方でも、うんうん、やっぱり緊張して ね、うん、そりゃね、来られる方もいらっしゃいますから、うんうん、それでも限りなく分け隔てなく、だから主人公をやりながら他の人たちに他者に気を配れるということは、神経はすごいですよね。すごいやっぱり座長だなと思いましたね。そういう感じですよね。ね、うん、すげえなーとかって思っちゃいました、うん、やっぱり堀川さんの銀演の時もそう僕も思いましたけど、ね、あ、私はだって本当に一番若手ですから、僕とか弘中君が一番まだあれは20代でした。ああいう役僕もやりたかったな。僕ポプランでしたからねいやもうそんなとんでもないです、もういつもね顔を見合わせながら、うん、弘中、俺たち一番下だからそれやった方がいいんじゃない、こうした方がいいんじゃないと思って、こそこそね、相談してましたよ。なんかまだ一堂に会してできたんですよ。で途中からまあ2クール目ぐらいからもう全部新分けで、うんうん、そうだね、そうなんです、入れ替われた力で部分的に取っていったから、ね、NHK のなんかドラマの撮り方みたいに、うん、もう話数もバラバラで、うん、シーンもバラバラで、集まれる人だけそこで集まって効率良さを目指して、あ、そうだ、最初の頃はねちゃんとね1話1話でね、うん、全キャストが揃ってたたりとか、そんなこともあったんですけど、なんか声優界の人たちは全員出るんだとか、なんか今日ニッパイレンの会合みたいな、なんかそういう風な、もうそうそうたるお歴々がたくさんいらっしゃってたじゃないですか、ね、だから今日何葵でニッパイレンの会合かなんかあんのみたいな、いや別にないですけどマニアックな話になってそうだ、すいません、なんか聞いてる人は分かる人は分かる、分からない人は全然分からないという、うん、でどうですか、古川さんの中でもすごくたくさんの役をやりになってらしたと思うんですけど、うん、特にこうなんか転機になったというか、古川さんの一番思い出になってるというか、なんかそういうのって、そうでしょうね、やっぱりうるせえやつらでしょうかね、はいはい、それからドラゴンボールのこのピッコロもそうですけどね、はいはい、それまでそういう主人公を2枚目みたいにやってたのが急に悪役っぽい雰囲気とか、はい、そういうものをやるようになった転機ですね、はいはい、その諸星あたると役も非常にああいうふうに、はい、ちょっと破けた役でしょう、はい、自分の中に全くない、はい、僕個人は女の子と目を合わせたり口を聞いたりすることできない、え、内気で内向的で引っ込み思案の性格ですから、はい、ああいうキャラクターと全く、ま、真逆なんですよ。なるほど。それが急に役をやるようになって、はい、って自分でも驚きましたね。こんなのできない。そうなんですか。そうですよ。すいません、じゃあそれまで全部主人公2枚目ですから、そこから3枚目になっちゃう。そのあたりのことをですねぜひちょっと来週ちょっとお聞きしたいと思いますんで、ちょっとぜひ来週も来ていただきたく思いますので、よろしくお願いいたします。セキララにいろいろ喋らされてよろしくお願いします。今夜のゲスト古川敏夫さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。この番組のホームページは http://pkdio.jp です。完全現場主義のインターナショナルメディア学院だからこそ実現。第一線で活躍している現役の人気声優俳優の臨場感あふれる講義です。学院長堀川亮がパーソナリティを務めるラジオ番組でデビューも。やる気のある前向きな学生をインターナショナルメディア学院はサポートします。待ってるぜ。それではプレゼントコーナーです、はい、さあこれから言うキーワードを聞いて番組ホームページにアクセス、はい、そしてキーワードを入力して応募してください。はい、今週のプレゼントは番組のホームページをご覧ください。はい、何でしょう。それでは今週のキーワードです、はい、ピッコロ。お、また出ましたね。出ましたね。ズバリストレート直球ですね。はい、そんな感じにしてみました、はい、ピッコロ、もちろんカタカナの、もちろんカタカナ、ピッコロですね。ピッコロと書いてください、
ホームページアドレスは http://pkdio.jp http://pkdio.jp です。たくさんのご応募お待ちしております。さあ、そろそろお別れの時間になりました。はい、あっという間でございます。でもりょうさん、今度芝居やるそうじゃないですか。そうなんですよ、私ね、今度やるんですよ、うん、あのね、8月23日から27日、うん、23日水曜日から27日の日曜日にかけてなんですけれど、はい、ですね、場所がですね、うん、あのよろずスタジオといいまして、大塚にあるんですが、そちらでやります、はい、23日が18時半から、で24日が17時にトークショーがありまして、うん、19時からみたいですね、うん、で25日の金曜日は13時昼間ありまして、うん、で17時にトークショーがありまして、その後、うん、本編が19時から、うん、で同じく8月26日の土曜日も13時から、うん、ありまして、17時にトークショーがありまして、どんな題名、19時からですね、うん、で27日の日曜日が、千秋楽が13時と17時ということでございます。はいはい、タイトルはですね、はい、ガラスのメカ。ガラスのメカ、もうこのタイトルで、多分想像していただければいいのかなって、うんうん、今ポンってなんかが浮かんだ、はい、トークショーはヨウさん、うん、いや、僕は出るかどうかもまだ全然分かってないんだけれど、 それも、まあ、おいおいって感じですね。ということで、はい、ぜひですね、どしどし来ていただければと思いますので、なんかホームページかなんかもある、ありますね、ガラスのメカインで弾いていただければ、すぐ出てきますので、怪人者さんという、はい、いかん君がやってる、前もゲストに来て、そうです、そこの、公演なんですよ、はいはい、ですから、全部ホームページにも出てますし、詳細そこにあると思いますので、どうか見てやってください。ませ見ます、ます、はい、どうも今日は長くなってごめんなさいでした。ということで、お相手は堀川亮と村上ひとみでした、はい、それではまた来週。この番組は株式会社ワールドモバイルサービス、株式会社モバイルミュージックストレージの提供でお送りいたしました。